三寒四御という言葉がある。東条の側近として国を誤った元凶七人を揶揄する言葉である。三寒とは鈴木定一、加藤は九次郎、四方良次、四御とは木村平太郎、佐藤健良、真田丈一郎、赤松貞夫のことである。人によって誰を入れるかは諸説あるようだが、そこに東条内閣の企画院総裁だった鈴木定一を含めることでは異論はないようだ。鈴木は奇妙な軍人である。陸軍大学校を優秀な成績で卒業した陸軍のトップエリートでありながら、部隊勤務の経験は少なく、もっぱら中央でのデスクワークで終始した。青年将校時代には大蔵省に派遣されて金融経済を学び、将官となってからは公安院、企画院に文官として勤務した。そのため現在一般に目にする鈴木の写真は背広姿のものが多い。容貌も特徴的である。陸軍軍人としてイメージされるような素やな印象は皆無であり、送信眼鏡の奥からは霊利な目が覗く。その教養と博識も軍人離れしていた。100歳まで長寿を保った鈴木は晩年に多くの研究者やメディアのインタビューを受けているが、その記憶力と頭脳の明晰さでインタビュアーを驚かせた。他方で鈴木には三寒四御の言葉で端的に表される悪評もつきまとう。現在鈴木の悪評はほとんど定着していると言ってよい。しかし最晩年においても周囲を驚かす聡明さを示した人間がこれほどの悪評を買ってしまったことは不思議でもある。一体鈴木定一とは何者だったのだろうか。鈴木は中学校から陸軍士官学校に合格し、一転して陸軍軍人の道を歩み、高級将校の登竜門である陸軍大学校を卒業した。そもそも鈴木は軍人になる気はなかったという。満州の森林開発を志望して東大農学部を目指し願書まで出したのだが、その前に腕試しのつもりで受けた陸軍士官学校に合格してしまったので、そのまま入学して軍人になったのだという。大正後期から昭和初期の時代、相次ぐ軍縮や陸軍人事の停滞、満蒙権益の不安定化に刺激され、陸軍では中堅若手将校による国家革新運動が交流した。1921年、欧州派遣中の永田鉄山、岡村康次、小畑敏郎が長州閥による派閥人事の打破、総動員体制の確立を明約したという。いわゆるバーデンバーデンの名役はよく知られている。彼らは帰国後に同志を集めて双葉会を結成。鈴木もまたこうした動きと無縁ではなかった。1927年、鈴木らが中心となって双葉会より若干若いメンバーが木曜会を結成。その2年後、永田と鈴木の主導によって両会は合流し一石会を結成する。かくして両者は離反し、後には行動派と統制派に分かれて派閥構想を繰り広げることになるのだが、鈴木は両者の離反に困惑することになる。鈴木は荒木の右腕であったが、同時に永田の革新思想に共感しており熱心な支持者であったからだ。鈴木は両者の対立を緩和すべく奔走するが、これに失敗する。行動派と統制派の派閥を消した226事件後、陸軍では行動派将校の左遷人事が行われた。鈴木も満蘇国境警備にあたる歩兵第14連隊長に移動させられた。僻地の国境警備部隊への転出は事実上の左遷人事であった。そんな地方土佐回りを続ける鈴木を救ったのはこの絵文丸だった。左遷中、鈴木はこの絵に手紙や電報を送り続けた。この絵は1937年に師匠となっていた。この絵は陸軍の統制に手を焼いており、鈴木の意見を求め赴任先の京都やこの絵師邸で陸軍統制について話し合っている。すると鈴木が第三軍参謀長として満州にいた1938年11月、鈴木は突如状況を求められ公安院政務部長への就任を打診される。この絵によるごぼう抜き人事だった。公安院とは日中戦争による占領地行政などを取り仕切るために1937年に設立された行政組織であり、鈴木にとって公安院への登用は大きな意味を持った。陸軍内での権力闘争に敗れた鈴木は文官として中央復帰のチャンスを得たのである。そして1940年7月、この絵は新体制を掲げて第二次近衛内閣を組閣する。鈴木は企画院総裁に指名された。企画院とは重要物資の生産動員を企画立案する内閣直属機関であり、急進的革新派官僚の牙城でもあった。1941年4月4日、予備役編入と同時に第二次近衛内閣の国務大臣兼企画院総裁に就任。以後第三次近衛内閣、東条内閣でそれぞれ国務大臣を務める。企画院総裁として鈴木が直面した最大の問題が日米交渉である。日独伊三国同盟、南部仏印進駐を受け米国は屈折、石油の禁輸をはじめとする対日経済制裁を発動し、三国同盟破棄や中国からの撤兵を要求した。緊張下に日米交渉が続けられる中、企画院総裁としての鈴木の役割は対米開戦の是非を決する国力判断の提供であった。この問題に関してしばしば指摘されることに鈴木の曖昧さがある。そのデータとは開戦後の石油保有量を予測した数字だった。要は開戦しても石油が確保できるという根拠である。この数字を提出したのが当時の企画院総裁である鈴木定一であった。これは昭和16年夏の敗戦、
著者の瀬直樹氏による鈴木氏へのインタビューの一部である。少し長いが抜粋する。とにかく僕は憂鬱だったんだよ。やるかやらんかといえば、もうやることに決まっていたようなものだった。やるために辻褄を合わせるようになっていたんだ。やるやらんと揉めている時に、やる気がない人がなぜやれるという数字を出したのか。企画員総裁としては数字を出さなければな。客観的でない数字でもか。企画員はただデータを出して、物的資源はこのような状態になっている。あとは陸海軍の判断に任す。というわけで、やった方がいいとかやらん方がいいとかは言えない。みんなが判断できるようにデータを出しただけなんだ。質問の答えになっていないと思うが、そのデータに問題はなかったかと聞いているのです。そうそう、問題なんだよ。海軍は1年経てば石油がなくなるので戦はできなくなるが、今のうちなら勝てるとほのめかすんだな。だったら今やるのも仕方ないとみんなが思い始めていた。そういうムードで企画員に資料を出せ。そういうわけなんだ。つまり辻褄合わせの数字に基づいて結論ありきで日米開戦を決めてしまったのだ。戦後このことが批判され、木戸幸一はやらないという空気になるとやれないと言うんだ。やろうという空気になってくるとやれると言うんだよ。定位置はそれに相当のハッタリ屋でね、あれは、と言っている。10月11日、12日の午前会議において鈴木は日本の経済力と軍事力の数量的分析結果を報告した。そこで鈴木は、石油の輸入が停止されてしまった以上、3年後には供給不能となり、産業も衰退し、軍事行動も取れなくなり、中国は元より満州、朝鮮も失うことになるだろう、と説明してんのに、座して相手の圧迫を待つに比しまして、国力の保持増進上有利であると確信いたします、と述べた上で、米英乱と開戦して、南方資源地帯を占領することが必要不可欠だ、ということを強調した。鈴木はこの戦争は物資もないのにしたのではなく、物資がないからしたのであって、シナ事変が泥沼化した時点でもう不可避だと認識していたという。戦後、鈴木は開戦を主張したことを罪に問われ、A 級戦犯に指名され、終身禁錮の判決を受ける。巣鴨プリズン収監中は、長年の習慣である発声による健康法を行い、ウェイ、ウェイ、という狼の遠吠えのような規制は巣鴨プリズン中に響き渡り、獄中の目覚まし代わりになったという。その後、1958年に赦免されると、自民党から参議院議員への出馬要請があったが、もう私の時代は終わった、と断った。鈴木の政治的人生を顧みると、確かに並の人物ではなかった。同時に、個人としての優れた政治的見識と、それを現実の政治舞台で実行できるか否かは全く別個の問題であったこともわかる。鈴木定一が病死したのは、1989年7月15日のことだ。100歳での死である。当時の新聞では、最後の A 級戦犯の死として報じられている。生前、鈴木のもとに多くの記者が訪れているが、みんな、口を揃えて言うことがある。鈴木は確かに肉体的には弱っていても、思考は全く衰えていなかった。口調にはもどかしさがあり、ゆっくりと話すのであったが、その内容には一本の芯が通っていた。保坂のインタビューで鈴木は、自分の米ロ感をこのように語っている。ロシアとアメリカを比べると、そりゃロシアの方が信頼できる。ロシア人というのは、素朴で本当に農民というタイプが多い。彼らには文化があるからね。コミュニズムなどといっても、あれは表面の皮膚みたいなものだ。わしは関東軍に出ておったこともあるけれど、ロシア人と停戦ラインの話をしたことがある。その時、彼らは実に紳士的だったが、ところがアメリカという国は、文化もなければ伝統もない。何をやるか、全くわからない国だ。君らにも言っとくけれど、日本の将来を考えればロシア人の方を信頼すべきだね。鈴木は、ロシア人は信頼できるけれど、アメリカ人は信頼できないという言を何度か繰り返した。無論口ぶりには、自分が A 級戦犯として法廷に立たされたことへの悔しさも漂っていたという。